派遣しているトランスレンの各地域で各地域で各地域で各今日は新国立競技場の建設工事現場をご覧になられまして、まず感想の方をお願いします。規模が大変大きいですね、前の国立競技場よりも一回り大きいというものでございますし、それからの説明の段階ではプロモーションビデオも見せていただきましたけれども、だいぶ木を使うということで、日本はどちらかというと、木の文化、建物についてはですね、そういうのがございますから、日本的な、球場、競技場ですね、これが、できるのではないかと、ぜひ世界のオリンピック・パラリンピックアスリートが参りますので、そうした方々が、最高のパフォーマンスを発揮できる、そういう環境をですね、ぜひ作らなければいけないと、そういう思いで、現場を見させていただきました。労務管理などについては何かお話を伺ったりしますか。労務管理についてもですね、やはり法令にのっとったもので、きちんとやらなければいけません。ご承知のようにですね、今年の春に大変痛ましい、事件もあったわけでありまして、改めてお悔やみ申し上げるところでございますけれども、この工事実際を行うやっていただいてます体制の整備とか、またその下請けのですね、会社だと思いますが、それぞれにおいてきちんと法令と通りですね、労働環境が守られていくということが大切ですね。そのことは体制の方もですね、また JSC の方もしっかりと強く問題意識を持って取り組んで